疲れでした。お疲れ様です。ちょっとね、今日のこのライブはそのまま動画にしちゃおうかなと思ってライブしてます。で、今日は実はなんでこんな姿してるかっていうと、サマースタイルアワードっていう金子健さん主催の大会の、今日日本大会でした。日本大会っていうと、その全国いろんな各地であった大会のさらにトップの人たちが決勝を競う、大会の審査員をやってきました、うん。でまあ、この SSA に関しては何回もあの関東の方の大会は、いっぱい審査員あの検査にやらせていただいて選手のことをちょっといろいろ間近で見させて、審査員という目線からね、見させていただいて、自分の競技にもすごい役に立ってるっていう感じですかね、僕にとっては。お疲れ様です。今日ね、これこのままあの動画にしちゃうんで、下ネタないっす。ね、あのいつもの感覚の人ごめんなさい。今日下ネタないっす。お疲れ様です。なんで今日の動画は、なんだろうな、これから筋トレしてるけどね、最終目標が着地点があんまりないっていう人っていうか、今後どうしていきたいかなみたいなのをちょっとテーマになんか動画配信していこうかなと思います。もうね、今日何時からだっけかな、10時ぐらいに行って終わったのもさっき、ほんとさっきだったんで9時半とかに終わったのかな、9時20分ぐらい。あ、ちなみに明日、ラファエルさんとのコラボした動画は僕のチャンネルでも出します。本当は今日ちょっと出す予定だったんですけど、時間がもう遅くなってしまったんで今日はこのライブの動画をそのまま出します。でね、もうお腹も空いちゃったからね、もう着替えるのもめんどくさくて、このままライブして終わってそのまま飯食おうかなと思って飯食い行こうかなと思って、このままです。お疲れ様です。今日はさすがにね、今日2時間ぐらいしか寝てないからね、ちょっときついな。ゆっくり寝て飯食って、明日足トレやります。シャツの下何も着てないですね。そうだね、いつもなんかラフな感じなんで、スーツ姿新鮮ですね。どうですか、なんか大会についての質問とかありますか？で、この日本大会ね、全日本大会なんで、やっぱりものすごいレベルが高くて、見てるね、見てるというか審査してる僕も、僕というか審査員もね、すごい興奮するし、テンション上がるし、やっぱ自分の大会の時にね、もっとこうしよう、ああしようっていうのが、選手目線でもいろいろ浮かんできますね、うん。ただね、その人間が評価する大会なんで、当然納得いかない人もいるし、納得できる人もいるし、まあ、言ってしまえばね、大会なんてのは、優勝した人しか納得しないんでね、うん、基本的には、うん、なんかちょっと難しいところではありますよね。審査ポイントどこですか？今回のサマスタの審査ポイントは、そのスタイリッシュガイっていう、要は洋服が一番似合うモデルみたいなイメージのところと、あとビースティーガイ、ビースティーボーイズ、ビースティーガイでいいのかなって言って、そのスタイリッシュガイよりはちょっと大きめで筋肉がそれなりに 適量って言ったらちょっとあれだけど、発達しててしっかり絞れてる。もう一つがさらに上で僕の出てる競技のフィジークっていう競技がありました。で、そのスタイリッシュガイっていうのに関しては、やっぱサイズオーバーをしすぎてしまうと、どっちかって言ったらカテゴリー的にそのビースティーとかフィジーク寄りになってしまうっていうのが多いんですよね、うん。なんでこのサマスターっていうのは段階を設けてるんでそのすごい、例えば僕みたいな体のがいきなりそのスタイリッシュガイなんて出たとしても、
どんなに仕上がり良くてもどんなにでかかったとしても逆に落とされちゃうわけですよ。逆に落とされちゃう。やっぱそういうなんかイメージっていうのがやっぱ違うわけだから、そのイメージに合った、審査をしていくっていう感じかな。でその中でやっぱり一番結局見られるのが、何が見られるかって言ったらやっぱ絞りなんですよね。絞りで、やっぱどのカテゴリーでもそうだと僕は思うんですけど、スタイリッシュガイも、そのビースティーもフィジークもそうだけど、やっぱりその過度に僧帽筋結構発達してる人っているじゃないですか。僧帽筋ってここのここね、ここがあまりにもやっぱり発達しすぎてると、やっぱその肩が目立たないわけですよ。ボディービルだったらやっぱり僧帽筋ないとね、ちょっとひょろって見えてしまうんで僧帽筋大事なんですけど、なんでそういう僧帽筋がちょっと出過ぎてなで肩に見えてるとか、せっかくすごい絞りよくて全体的にいいんだけど僧帽筋が目立ってしまって、なんかそれがね、僧帽筋発達してなくてすごい全部綺麗になってる人たちからすると並んでしまうと、やっぱり劣って見えるよねっていう、やっぱ結局その比較なんで、よりいい方をやっぱり僕らは取っていくわけですよね。で、その審査っていうのが、僕らも最後の発表まで誰が優勝かって正直分かんないんですよ。なんで、なんだろうな、その最後まで分からないんだけど、まあ最後決勝戦をコールするから、ある程度まあここからここぐらいまでが5位以内だよねっていうのは、大体なんだろうな、まずその出てきた時にね、ここの選手は大体 1,2,3 位だなっていうのは大体まあ一致するんですよ、大体。ただ 1,2,3 位の中でもものすごいレベルが拮抗してて、やっぱ審査員も人間なんで、その好みの体とか優遇したい体っていうのは絶対あるわけですよ。でそれは、もう審査員の自由で僕らやらせていただけるんで、よりそっちの方が公平ですよねってことで、他団体の僕がサマステとかに呼ばれて審査員させていただいてるんですよね。それをやることによって、その身内だけで、なんかできるですみたいにできないようにするっていうのがサマステのコンセプトなんで、本当に審査やった時に最後誰が優勝するかっていうのは僕らも分かんないです。で僕は例えば3位入れたのに1位になってる子もいるわけだし、2位入れたはずなのに4位の子もいるわけだし、だからそこは本当にね、僕らも分かんないです。今日の審査の時もそうでした。ただやっぱりそのなんだろうな、どの階級でもね言えるのが、やっぱ絞れてないとことには話にならない。でサマスターの絞りってね、もう半端じゃないんですよ、トップの方の絞りって。で今日そのビースティーガイって言って、そのちょっと大きめの方、フィジークまでいかないけども、ちょっと大きめの方の選手たち、身長が170センチまでの選手かなの層が あったんだけど、もうレベルが半端じゃなく高くて、そのままなんかフィジークの大会に移動したとしても全然劣らないぐらいなレベルの選手がめちゃめちゃいたんですよ、決勝戦だったってのもあって。なんでそういう風にやっぱ周りのレベルが上がれば上がるほど、なんだろうな、まあ比較っていうかね、やっぱ僕ら荒探しなんでね、荒探してダメなところをどんどん指摘して、いい選手と比べて落としていくっていうのが審査なんで、レベルが上がれば上がるほどやっぱ審査も僕らも難しくなるし、選手も多分納得するのってのは難しくなるのかなと思います。全員ですよ、全員ですけど、例えばそうなってきた時に体のじゃあレベルは同じですと、ただこっちの方がちょっと僧帽筋が発達してて、こっちの方が肩がより広く見えるとかっていうと、やっぱそっちの方が取られたりとか、あるいはフロントとサイドと横は正面と横は全然同じだけど、バック向いた時に広背筋の下部の方までこっちの選手の方が綺麗にセパレートして筋入ってるよねとか、そういう細かいところになってくるんですよ、レベルが上がってくると。地方大会でそんなにレベルが高くない時ってのは背中ある程度なんか筋肉ついてればよかったって感じなんですけど、やっぱその日本大会ぐらいになると綺麗にやっぱセパレートして一個一個がちゃんと隆起してる、そこにやっぱその独特のポージングっていうんですかね、サマスターならではのやっぱああいったポージングがあるんで、僕もこれだいぶ審査も何回もやらせてもらってて
だろうな、そのポージングで、そう、拮抗してる時にポージングって結構出るんですよ。レベルが拮抗してる時にポージング一つで、体一周こっちの選手の方がいいと思ったけど、ポージングしたらやっぱダントツでこっちだなとか、うん、結構出るんですよね。だからポージングってのは本当に大事です。あとは絶対に絞り、で絞りはいいってもんでもなくて、結局その今日もそうだったんですけど、トップの 1,2,3 位ぐらいはいいんですけど、その下の人たち、下の人っていうのもちょっと表現はあれですけど、例えば10人いたとして、じゃあ 10番9番8番7番っていうのは、正直で言うとあのどんぐりの背比べじゃないですけどになってるんですよ。要はあの同じに見えてしまう、ただこっちの方がちょっとこうでこうであだよねっていう風にやっぱつけていくしかないんですよね、そこで優劣を。なんで審査員の意見も分かれるし、下の順位ってのはやっぱり変動しやすいですよね、うん、トップってのは大体バッて出てきた時に分かるんで、まあ、不動っちゃ不動なんですけど、まあ、1,2,3 位はさっきも言ったようにその好みによってだいぶ変わってきたりもしますね。っていう感じです。評価の基準は、なんかその大会について質問ってありますか？ポージングの重要さっていうのはかっこよさですか、それともポージングの筋肉の見せ方ですか？見せ方っすね。なんかそのまあ、そのサマースタイルのポージングっていうのは結構ムービングって言って、そのなんか動きながらポージングを取っていくみたいなのがあるんですよね。ただ、ガチャガチャなんかただダンスみたいなのをすればいいってわけじゃなくて、たまにそのポーズを取ってどこの筋肉を見せたいんだろうってポーズを取る人がたまにじゃないです、結構いるんですよ、うん、でこれは別に批判してるわけじゃなくて、そのポーズを取ってどこを見せようとしてんだろうっていうふうに思う時がある。すごいそのコンディション良くて、あ優勝だろうなっていう選手でも、なんかたまになんかね、そういうのはちゃんと筋肉のどこを意識してるんだろうっていうポーズを取るときある。でそういうのでやっぱり例えば今日はオーバーオールっていうのがあったんだけど逃してたりもするわけですよね。だからそのかっこいい、ただ踊っててかっこいいとかじゃなくて、あくまで体を見せて競う競技なんで、筋肉見せなきゃいけないんですよ、筋肉を、うん、例えばいろんな手の動きとか加えていいけども、最終的にフロントのリラックスポーズみたいなの取んなきゃダメですよね、フロントポーズって言ったら。そこにじゃあ手をここに添えてるのか、なんか顔になんかちょっとかっこいい目にこれ添えてるのかは分からないけど、でもその時にやっぱ腹筋はしっかり力入れて見せとかなきゃいけないし、フロントだったら足にも力入れて四頭筋しっかりカット入るようにしておかなきゃいけないし結局いろんなポージングしていいんですけど、やっぱその決めるところはしっかり筋肉 あのフロントだったらフロントに見せる筋肉をしっかり隆起させて見せるっていうのは、第一前提なんで、それができないのにチャカ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 動いてよくわからないまま終わるって人も結構やっぱいるんですよ、うん、そういうのはもったいないですよねなんで簡単に言えばポージングって基礎は全部ボディービルなんですよ。ボディービル、僕もねボディービルについてはね語れるほとんどそんなにレベルじゃないんで、ボディビルについてはちょっと詳しくは語れないですけど、結局ねフロントポーズっていうのはボディビル言ったらフロントリラックスポーズを最終的にスタイリッシュに取りましょうねってポーズなん でサイドポーズっていうのもサイドチェスト、まあサイドチェストじゃないけどね、ちょっと体をひねりながらね、どこの筋肉じゃ隆起させんのっていうのを意識するし、バックポーズなんて特にそうだよねラットスプレッドのポーズをバックポーズの時にしっかりとって、骨盤ちょっと立てて前傾させて後ろに重心乗せなかったら下背なんて出ないわけだから、そういうのをやっぱり頭に入れながらポージングを取んないと、よくわからないチャカチャカしてなんかどこ見せてるのかわからないでやっぱ終わってしまうから、うん、だから迷ったらまずボディービルの基本的なポーズを練習すると僕はいいと思う。でそこにそれを軸にして動きをつけていく、まあ表現力っていうのかな。例えばなんかただねフロントポーズって言って横に向くときにダッダッってやったらちょっとダサいなっていうから、じゃ手の動きをつけてちょっとかっこよくなんか回ってみようとかさ、うん、っていうことだよねポージングってのはあくまで、ポージングはそれなんだな、僕が
まあ、分かりやすく説明するとすれば、ボディービルのそういったフロントリラックスだったりとか、バックのラットスプレッドのポーズとか、そういうのはやっぱりしっかり取れることが、別にあれですよ、ボディービルのポーズ取れなきゃいけないって意味じゃないですよ、サマスタで。それができるようになれば、そういうのはムービングしながらでも最終的にそういう筋肉をきれいに見せる方法っていうのは、あの自然とおのずと分かってくると思う。ましてやトレーニングするときに、あのラットスプレッドできなかったら、大円筋に負荷乗せて引っ掛けることも、大円筋発達させることもできないし、広背筋のじゃあカムの方を骨盤しっかり前傾して立てるような動作っていうのを、負荷乗せるような動作できなかったら、広背筋のカムだと発達しないし、だポージング取れないと、そもそもポージング取れないと、イメージしたところにあの負荷乗せられないんですよ。なんでポージングって大事っていうんですか、ボディービルのポーズって。ポージングが取れなかったら、その狙った部位に負荷を乗せる動作っていうのは取れないんですよ、うん、だからそのポージングをやっていけばやっていくほど、自分の弱い部位が要は分かるわけですよね。背中を広げた時に、じゃあ大円筋が見えてませんって言って広がりが弱いです。じゃあこの広がりつけるには、大円筋に負荷を引っ掛けるようにちょっとワイド気味に握って、大円筋に引っ掛ける感覚っていうのはどうやってやればいいんだろうっていうのを、やっぱそうやってトレーニングしながら改善していくわけですよ。だからポージングはあの見せるだけって意味じゃなくて、トレーニングにも役立つから大事っていうんですよね、うん、だって最初の頃なんて僕なんてあれだからね、ラットスプレッドできなかった時なんて、電車の中とか常にスプレッドしてたらこんなになってたのね、ずっとなんか危ないやつみたいな、まあ、常にこんなになってたからね普通にあのヒサロ入りながらラットスプレッドしてたりとか、ね、常になんかあのアブドミナル&サイって腹筋見せるポーズとかも、常に息吐きながらふーってなんかもう腹筋固めながら日常生活を送ってたりとか、うん、結構最初練習するときってそんな感じっすよ。だってポージングするときにまず腹筋なんてのは常に入れとかなきゃいけないんですよっていう感じっすね、ポージングに関して言えば。あともう何個かだけ質問ちょっと答えていこうかな。今日そんなに多分長くライブやる感じじゃないんで。初心者はスタイリッシュガイがおすすめですか？そうですね、最初入り口の人はスタイリッシュガイで、で何月かに、またこれからなんだろうな、ノービスだけかな、なんか新人戦みたいな大会があるみたいなんで、初心者の人はそれに出られるといいと思います。真っ白で出たらダメなんですか？絶対にあの日焼けしてた方が、ライティングがやっぱ強いから筋肉の数字とか綺麗に見えるんですよ。でまず焼いた方がいいですね、大会出る場合は。笑顔はまあイメージとして大事だよね。僕があの前のシンガポールの、大会の時に撮ってた動画なんて、僕ムスッとしてたけど、やっぱあれで印象ってやっぱだいぶ変わるじゃないですか。僕にも言えることだし、僕はなんかね、あの笑顔を作るのが大会の時ってすごい苦手で、だからすごい歯見せて笑えるってポージング取れる人ってすごいなと思いますね。あの大会の審査員とかしててかっこいいなと思うし、ムスッとして、なんかもちろん一生懸命やってる顔ってのはいい顔なんであれなんですけど、ムスッとしてやっぱうーって力入ってるよりも、やっぱ余裕持ってリラックスして歯見せながら、リラックスしてポーズ取ってる方がやっぱ余裕も感じられますよね、オーラっていうかね。やっぱそういう雰囲気でね、結構持ってかれたりもするんですよ、うん、体のバランスが拮抗してる時って。ホワイトニングはね、うん、歯白いことに越したことはない、絶対。その歯の綺麗さってのは別に大会に限ってじゃなくて、例えば営業した時とかに笑った時にすごい歯汚いよりも、歯が真っ白ですごい綺麗に整ってた方が絶対印象とイメージいいじゃないですか。ね、男で例えるんだったら、キャバクラ行った時にキャバクラの姉ちゃんが横でウェイって笑った時にすんごい歯ガタガタで汚い歯してたら、なんでなるじゃないですか、顔どんな可愛くても。で歯はね、やっぱ綺麗に越したことはないと僕は思います。歯がヤニだらけ、歯医者行きましょう。とりあえずホワイトニング一発かましましょう。そう、僕大会の時ね、笑えないんだよ。笑えるようになりたいね。ウォーキングのポイント、
なんかね、その特別なことをやろうとしてるなっていうのがすごい僕は感じたりした人がいて、だから特別なことって別にやらなくてよくて、できないんだったらそのチャカチャカ動く必要もなくて、別に落ち着いて一個一個綺麗にポージングスッと撮っていけばいいんですよ、うん、別に特別なことしなくていいんで、なんかダンスみたいなこと別にしなくていいじゃないですか。ちゃんとあのターン取るときに足を綺麗になんかさばきながら、なんか足踏みしないようにするとか、手を、例えばポージング取ったときに、あの僕もあのよく決めポーズでバックでこういうポーズあれ、こういうポーズわかります？僕のあの画像とかでこういうポーズあるじゃないですか。でこれ撮るときに肩甲骨ダダ上がりでなんかこんななってる人とか結構多いです、万歳みたいな。これ見ると僕すごい悲しくて、このポーズも結局ボディービルでいうバックダブルバイセップスってあるじゃないですか。これをしっかり一回肩甲骨ガッと寄せて、ちょっとずつ広げてって楕円筋広げてって骨盤立てて後ろに負荷を乗せて、下背からあの上背部から全部きれいに見せて、それから手をつけるわけですよ、うん、これを意識せずにあの手だけこんな上げてこうなってるんで、どこ見せてるか分かんないわけですよね。結局背中隆起してるわけでもなくて、なんか手こんな上やってるだけだし、うん、だからそういうのをやっぱりそのポージングで意識していくと全然レベル変わってきますよね。だってみんなこうやってるってことは、一人だけしっかりバックダブルバイの基礎を押さえて、そこからこういう風に決めてたら超かっこいいじゃないですか。って背中バッて見えてるわけだから、うん、そしたら あいつすげえ背中強えなってなるじゃないですか、みんなできてないから動かなくても、うーん、動かなくて減点ってのはないと思うけど、やっぱその見てて、ああちょっとダサいなっていうのをみんな思うと思うんだよ。あーこの人体すごいのにちょっと動きがダサいなとか、ちょっと残念だなっていうのってお客さんもみんな思うと思う。だからそのムービングをポージングとして取りなさいよって言われてるってことは、わからないんだったらその例えばサマスタのセミナー、あのポージングセミナーみたいにやってるんで行くべきなんですよね。だって出るんだから。それで順位がね、1個も2個も3つも変わるんだったら、まあせっかく出るんだったら勝ちたいじゃん、やっぱり。だから行った方がいいんだよ、そういうセミナーとかなんてのは絶対に。団体がやってるんだから、団体はね、あのわけわかんない嘘のポージングを教えるはずないんだから、見てて我流でなんかやって、でポージング自分ではできてると思ってても、あの本当できてないんですよ。僕も最初そうだったけど、自分では超絶なんかもうできてるぐらいに思ってるけど、実際にステージで鏡ないところであんな観客の前でバッて撮るとできるはずないんですよ。だって普段できてないのに、とか普段鏡見てできてるのに何も見ずにいきなりあの動きながら決めるなんて 100% 無理ですからね。 100% 無理だから、あの鏡見ずに、普段鏡ある時に一生懸命練習して鏡見ずに撮れるようにするわけですよ。でそれを今度は、ステージで立った時にあの一瞬でバチッと決められるように撮れるようにしなきゃいけないわけですよ。うん、だそのポージングに、関しては、僕もまだまだね、自分も勉強しなきゃいけないところあるし、僕があのじゃあポージングめちゃめちゃうめえかって言ったら、そんな僕自分ポージングうまいとは思わないけども、かっこいいポージング取れてるとは思わないけど、最低限のポイント、じゃあフロント取るときにしっかり大円筋広げて、腹筋しっかりね力吐いて、ウエスト細めにしっかり保つようにしてリラックスポーズにちょっとスタイリッシュにしなきゃなっていうイメージは最低限は取ってると思う。背中見せるときもそうだし、うん、だ結局その減点っていうかね、あの変なことをしなければいいわけだから、それで体が良ければね、ポージングで損ってことは絶対ないわけだから、でそういうのを全部できる人が、さらに高みを目指すっていう意味でいろんなポージング練習すればいいんじゃないかなと思う、うん、要はあれだよ、あの足し算とか引き算できないのに掛け算やったってできるわけないんだから、で掛け算できないのに割り算なんてなおさらできないわけだから、足し算も引き算も掛け算もしっかりやってちゃんと割り算やるっていう、うん、ほんと結構単純ですよ。だってオリンピアのね、フィジークの選手なんてかっこいいじゃんね、ポージングとか。もちろんあれ体がね伴ってるっていうのもあるけど、あの人たちやっぱ結構そのボディービル上がりの人たちが多いから、あのレベルのクラスでポージングがボディービルポーズを取れって言われて綺麗に取れないなんて人なんてまず皆無だと思うからね、うん、だって体作りの基礎って全部なんだかんだ最終的に辿っちゃうボディービルなんだから
っていう感じかな。アメリカ9月に行きます。9月、カイ・グリーンなんてさ、すごいあのいい例じゃん。あんなさ、ダンスしながら動いてるのに最終的にはちゃんとラットスプレッドのポージング決めたりとかさ、バックポーズ決めるときに計算もしっかり力を入れながらね、いろんな動きしながら最終的にバチンと決めるじゃないですか。だからあれなんですよね、結局どんな動いてても最終的に決めるとこは決めるっていう。オリンピア見に行きます。9月の、なんかもうチケット取ってあるんですよ。結構高かったな、チケット10万な、10何万もしたな。プロタンと一緒に見に行ってきますっていう感じですかね、今日の審査員やって。でね、審査員はすごい僕も楽しくやってて、日本大会とかね、やっぱレベルが高ければ高いほど僕も面白いし、うん、ただね、やっぱその選手からするとね、俺なんでこんな死ぬ気でやったのにさ、なんで俺こんな評価なんだよってやっぱ思う人も絶対いるからね。ただそればっかりやっぱしょうがないんだよ、うん、僕らもね、そうやっていい選手、それはね、勝つとこ 見たいしね、勝たせてあげたいと思うけどね、それのために私的な感情が入りすぎないように審査員がああやっていろんなところから5人も6人も集まるわけだから、うん、でそれの合計でやっぱ1位ってことはやっぱその人がすごいんですよ、やっぱり、うん、だって5人も6人もいて、その中で好きに順位つけてくださいよって言われて、大体あの1位が寄ってくるってのはやっぱその人に何かしらのその1位の人に魅力があるわけですよ。ただね、肉体競技とか肉体もそうだし、スポーツもそうだし、まあスポーツだね、スポーツ関連ってそうだけど、これはその悲しい現実でもあるけど、どんなに練習して誰よりも血ひど吐いてどんなに頑張ったとしても一定にはなれると思うんです。一定の以上にはなれると思う。もしかしたらプロの、野球で言ったら3軍4軍でプロになれるかもしれない、2軍3軍で入れるかもしれない、なんとなく飯食えるぐらいにはそれになるかもしれないけれども、やっぱりその陸上ではボルトっているじゃないですか。ボルト、どんなにボルトより練習したとしてもやっぱボルトには勝てる人っていないわけですよ、なかなか、うん、ボルトが練習してないってわけじゃないけど、ボルトより練習してる選手って絶対いっぱいいるわけじゃないですか、うん、絶対いっぱいいるけど、ボルトと走ったらやっぱ勝てないんですよ。圧倒的なんだろうな、その圧倒的身体能力っていうか、もう持ってるポテンシャルでもう勝てないわけですよ。で、多分練習なんてのはみんなやってオリンピック出たりプロになる選手なんてのは同じかそれ以上にみんなもうね、10年も20年も若い時から練習してるわけで、その中でやっぱ競って勝てないっていうのは、そのなんだろうな、1日2日とかね、1週間1ヶ月で成り立ったものじゃないわけじゃないですか、うん、本当何年も何年も、蓄積されて出来上がったものなんで、そんな簡単に覆らないですよ。うん、ただそれに近づくために自分の欠点をやっぱりその努力して、次の年に改善することは絶対できるからね。例えば背中弱いんだったら背中のトレーニング週2回増やすでもいいと思うし、うん、でよくいる、さっきも言ったけど僧帽筋がすごい上がっちゃってる、出すぎて肩とか目立たない人であれば、トレーニング中に肩やるときに全部僧帽筋で引っ張って逃げてないかとか、背中やるときに全部上背部、広背筋ない人、この下部の方ない人だったら肩甲骨上がりっぱなしで、トレーニング、背中トレーニング全部ローイング系全部肩甲骨上がりっぱなしでやってんだろうなってのが審査しながら分かるわけですよ。上背部すごいね、下背すっかすかとかね、うん、ああこれ肩甲骨しっかり落としながら意識してできてないんだな、トレーニングってのはポージング見れば一発で分かりますからね。特に絞ってる体であれば、うん、ただその中でもやっぱりそのなんだろうな、どうしてもね、やっぱ競う競技だからね、順位はついちゃうのはしょうがない、うん、どうしてもそれ順位つくのはしょうがない、そういうやっぱ勝負だからね、うん、ただ僕がまあ大事なのはもちろんね、絶対的に結果出すっていうのはどの業界でも大事だと思うんだけど、なんだろうな、その自分の精神面的な強さですよね。自分のダメなところを次の年に改善して、どれだけよく自分をして、自己改善、自己研磨ですよね、うん、それが例えばトレーニングでそれができたんだったら、仕事でも、
じゃあ営業今年ね契約10本しか取れなかったけど来年はじゃあ20本取れるようになりましたとか、そういうふうに自分はやっぱ研磨して見つめることができるようになるっていうのが僕はトレーニングだと思うし、自分の弱点とか、ね、自分の体の特性をしっかりその年に見抜いて次の年にそれを改善できるっていうのはなかなかできることじゃないじゃないですか、特に自分のことって、うん、基本的に自分にやっぱ甘くなってしまうと思うんで、それをできるっていうのは生半可な努力とか生半可なあの気合じゃないと思うんで、それができるってことは絶対仕事でもそういうことできると思うし、うん、なんで別にねその競技で、まあ、飯食ってるんだったら別ですよ、競技で飯食ってるんだったら何が何でも優勝しなきゃいけないし、それで勝って有名にならなきゃいけないわけですから、それで飯食うんだから、うん、言い訳なしにそれやるしかないけど、別にやっぱそれで飯食ってるわけじゃない人は、うん、その分仕事でなんだろうな、さらに返して、じゃあ来年はこういう風に体も改善して仕事やりながらこれで頑張ろうとかでいいと思うけどな、その一種のな、一種のな、なじゃないな、一種のなんだろう、そういう流れとしてね、自分をその鍛える場所、精神面も含めて、うん、別にそのなんだろう、大会で優勝できなかった、勝ったからといって体はみんなすごいわけじゃないですか、うん、そしたら海行ったらモテるし、ね、あんなバキバキの興味いたけど、あんなバキバキの人たちが 海にバッていたらさ、絶対普通の鍛えてないなんかヒョロヒョロのやつらより絶対モテるじゃん海なんて、うん、しかもサマスなんてイケメンめちゃめちゃ多いからね、まあイケメン多いっすよ、サマスとはイケメン多いし体バキバキだし、あれで海行ったらね、注目の的っすよ、だって、うん、別に大会でね、ダメだったとしても、一般の人、やってない人たちよりはズバ抜けてすごいわけだから、そういうところで全然活かしていくのもありじゃないかなって僕は思うけどな。っていう感じです。僕はまあ今日審査員ね、やらせていただいて、今年何回やったんだっけな、審査員。4回か5回ぐらい、日本大会までやらせていただいたんですけど、1位以外は、まあ、納得しないです。それはしょうがない。うん、しょうがない。でね、まあ、審査員に文句言ったりとか、あれはこうなんじゃない、あれはこうなんじゃないのって言いたい気持ちもわかるけどね、うん、僕も選手だからね、わかるんだけど、言ったって審査覆るわけじゃないし、文句言ったって審査覆るわけじゃないし、そのなんか文句言ってるとさ、その優勝した選手もさ、なんか気分悪いじゃん、なんであいつ優勝なのとかって言われたらさ、なんか気分悪いじゃんね。だからそういうのはね、思ってもいいけど、あんまりね、口に出したりとか、まあ、あんまり人に言ったりとかせずに、自分の中にね、止めておいて、で、来年ね、何クソ根性で、トレーニング頑張って、見返せばいい話だから、うん、一生懸命ね、審査員もね、適当に別に審査してるわけじゃないし、一生懸命、本当にね、一個一個こうやって、あの距離で見ながら決めてるわけだから。結構疲れんすよ審査員って、特にレベル拮抗してきてる時って本当に筋肉の腹筋の溝がどうとか、じゃあ背中の本当ここのあのキレがこっちよりこっちの方がちょっといいよねとか、肩幅こっちの方が広いし顔との大きさとのバランス的にはこっちの体だよねとか、うん、本当に結構細かいことをね考えたり話しながら審査してるんですよっていう感じですなんでね、今日悔しい思いした人も、そうじゃなくて結果出せた人もね、結果出せたとしても弱点って絶対あると思うから、またね、来年挑戦する方は来年に向けて、一生懸命トレーニングして、自分の弱いところをまず改善していく、勝つのももちろん大事だけど弱いところを改善していく、得意なところはね、勝手につくと思うから、できない苦手な部分を自分が一番苦手で嫌いなところをあえて自分でやるっていうのはなかなかできないことだし、うん、でも筋トレだったらそれをね目標が高く設定しておけばできるから、本当にいい自己鍛錬になると僕は思います、うん、っていう感じですかね、うん、で審査員は本当に僕もこうやって何回もやらせていただいてるけど、単純にね楽しいですね、やっぱみんな本気で戦ってね、結果発表の時に優勝して泣いたりとかね、まああいうのでねちょっと僕らもうるってきたりとか、ケンさんなんていつもやっぱその優勝者発表の時すごい泣かれてるしね、
で、僕も自分のなんかの筋トレに対する姿勢とか、今後の大会に向けてのなんだろうな心持ちとかね、あ今年俺もここまで絞んなきゃいけないなとか、まあ、いろんなことを考えます、うん、いろんな審査員やることで僕もいろんな刺激を受けていろんなことを考えて、すごい成長できてると思います。ステージングもそうだしね、うん、なんでこういうふうに、審査員としてね毎回呼んでいただけることはすごいありがたいですねよし、割と結構喋ったね。ね、まあ、これちょっとね、動画にしてそのまま投稿したいんで